長浜鉄道文化館、北陸線電化記念館長浜鉄道スクエアは、滋賀県長浜市にある、長浜市立の鉄道保存展示施設。旧長浜駅舎に隣接して2000年10月14日に、長浜鉄道文化館が開館し、さらに2003年7月17日には隣接して、北陸線電化記念館が開館。この時、この3施設を総称して、 長浜鉄道スクエアと命名された。滋賀県長浜市北船町1番41号最寄り駅は、北陸本線長浜駅旧長浜駅舎、長浜鉄道文化館、北陸線連覇記念館の3館で構成されている。現存する日本最古の駅舎である初代長浜駅舎を、そのまま保存している。東西24.5メートル、南北9.7メートル、 木骨構造の石灰コンクリート作り2階建て。外壁はコンクリートス面仕上げで、壁の厚さは50センチメートルあり、四隅の角は花崗岩の切り石を積み、窓枠と出入り口はレンガを使っている。1階は駅事務所と待合室、2階は鶴ヶ線の管理を扱った鉄道事務部門があった。1階2階とも2段路が設けられ、周り階段。 彫刻入りの欄干など六名干丁の建築様式で当時の地元民を驚かせた。当時鉄道局の長であった井上マサルの直接式の下、設計はホルサムらイギリス人鉄道技師が行い、思考は神戸の稲葉康家が担当した。ホルサムは1873年に明治政府の親とい外国人として来日し、駅舎開業の前年まで8年間退日し、 帰国後著書、8 years in Japan を上司した。1903年に2代目駅舎が完成してからは、倉庫として使われ、1958年に第1回の鉄道記念物に指定された。北陸本線に関する鉄道資料や鉄道模型が展示されている。鉄道車両2両が保存されている。いずれも生態保存。長浜駅周辺散策マップ。 長浜市広域観光マップ。パンフナビ。2014年4月2日閲覧。歴史文化を紹介する観光施設条例。指定管理者制度を導入している施設。ABCDE。北陸線電化記念館をオープン。レールファン第50巻第9号。鉄道ともの会。2003年9月1日。16ページ。レールファン第50巻第10号。鉄道ともの会。 2003年10月1日、23ページ。ABCDEQ 長浜駅舎とは、長浜鉄道スクエア公式サイト、夜明け前、第13章、島崎東村、1936、青空文庫、8 years in Japan、1873-1881、エドマンド・グレゴリー・ホルトム、ロンドン、K. ポール、トレンチ &CEO、CO 1883ABC レイルウェイトピックス鉄道ジャーナル第37巻第8号鉄道ジャーナル社2003年8月1日92ページコーディネーツ各ページでプライマリーのタグは複数指定できませんありがとうございます